ビットリオ・ベネトは、イタリア海軍のちょうど急戦艦で、ビットリオ・ベネト級戦艦の一番艦である。ただし、姉妹艦、リットリオをネームシップとして扱い、リットリオ級戦艦と表記する資料もある。艦名は、第一次世界大戦のビットリオ・ベネトの戦いにちなむ。ビットリオ・ベネトは、ウンベルト・プリエゼ像戦将軍が設計し、ワシントン海軍軍縮条約の制限を超えた。 最初の戦艦であった。本級はイタリア王立海軍が第二次世界大戦中に竣工させた最初で最後のちょうど急戦艦である。基本的な戦隊設計は第一次大戦時に計画されたフランチェスコ・カラッチョロ級を踏襲している。だが、海軍休日が終わりを告げる中でイタリアの仮想敵国であるフランス海軍は新世代の主力艦として ダンケルク級戦艦を建造する。続いて、拡大発展型のリシュリュー級戦艦を建造した。仮想敵国の新型艦に対抗すべく、イタリア側も数々の新機軸を投入して、新世代戦艦たる本級を建造した。ビットリオ・ベネトは、トリエステのカンティエリ・リューニーティレ・デラドリアーティコで1934年10月28日に、帰港。 1937年7月25日に浸水し、1940年4月28日に竣航した。6月10日、イタリアは第二次世界大戦に数軸側として参戦し、イギリスとフランスに宣戦布告した。この時点では本級2隻とも出撃できる状態ではなかった。1940年8月、ビットリオ・ベネトと姉妹艦。 リトリオを含むイタリア艦隊はイギリス海軍の発作戦にこうして出撃した。9月下旬にもイギリス輸送船団を攻撃するために出撃した。10月下旬よりイタリア軍はギリシャに侵攻を開始、バルカン戦線が形成された。イギリス軍とイタリア軍の双方がギリシャに輸送船団を送り込み、この過程でいくつかの改善が起きる。11月11日。 イギリス地中海艦隊はタラント空襲を観光する。A 空母イラストリアスを発信したソードフィッシュの夜間雷撃により姉妹艦リットリオを含むイタリア海軍の主力艦3隻が大破着艇した。ビットリオベネトなど顕在艦はナポリに移動した。優位に、たったイギリス海軍はジブラルタルを拠点とする H 部隊によってホワイト作戦やメガバイト級作戦を実施した。 地中海艦隊もイラストリアスを主軸に据えて積極的な行動に出た。イタリア海軍はタラント奇襲を生き延びたビットリオ・ベネトを中核に艦隊を再編しイギリス艦隊を擁撃した。特に後者のメガバイト級作戦をめぐって11月27日にスパルティベント・岬沖海戦が正規した。ビットリオ・ベネトは 遠距離からの7度の主砲戦射により H 部隊の巡洋艦隊を交代させる。だが、H 部隊に A 空母、アークロイヤルがいたので、イタリア艦隊は空母の脅威を前に撤退を余儀なくされた。アークロイヤルを発進した11機のソードフィッシュが、イタリア戦艦2隻を来撃したが、イタリア側は回避に成功した。1941年1月。 シチリア島に展開したドイツ空軍が活動を開始して地中海のパワーバランスが変化する。地中海艦隊の英空母イラストリアスも MC4 作戦に従事中の1月10日に1マイナス87ス通過の急降下爆撃で撃破され戦線から離脱した。英海軍は空母フォーミダブルを地中海艦隊に派遣した。このフォーミダブルが ビットリオ・ベネトにツーダを浴びせることになる。2月上旬、イギリスの H 部隊は、クロック作戦を発動し、イタリア本土のジェノバ軍港砲撃を観光した。イタリア艦隊は、H 部隊を捕捉するために出動し、ビットリオ・ベネトは、戦艦ジュリオ・チェザーレや巡洋艦船隊とともに、出撃した。だが、H 部隊と遭遇しなかった。3月下旬、イギリス軍は、 ラスター作戦を実施する。イタリア海軍は新衛戦艦、ビットリオ・ベネトと巡洋艦8隻及び駆逐艦多数をイギリス輸送戦弾撃滅のために派遣し、これを衛戦艦ウォースパイ投機艦とする地中海艦隊が迎え撃った。ペロポネソス半島沖で繰り広げられたマタパン・岬沖海戦は巡洋艦部隊の前哨戦では始まった。イタリア艦隊は A 巡洋艦部隊に対して有利な戦闘を続けていたが、やがてフォーミダブルの航空攻撃で状況が一変する。マルタから飛来したブレニム爆撃機の空襲とフォーミダブル第二次攻撃隊の来撃が重なり、ビットリオ・ベネトの左舷完備に魚雷が命中する。操舵装置を破壊されたベネトには約4000トンの海水が浸水し、洋上に停止した。イタリア艦隊は、 機関ブッドリオベネトを援護するため5列の得意な人形を取った。その援護下でベネト乗組員は必死の応急修理を行い18ノット航行可能となる。そこにフォーミダブル第三次攻撃隊及びクレタ島から発進したソードフィッシュ2機が飛来してイタリア艦隊を攻撃した。ソードフィッシュの来撃で引き込みなりした従順ポーラが航行不能になる。 ベネト以下の本隊は離脱に成功したが、ザラ級3隻と育地区間2隻はイギリス戦艦に捕まって撃沈された。イギリス艦隊機関ウォースパイトでは、カニンガム帝徳たちが航行不能となったイジュージュンポーラを動けなくなったビットリオベネトではないかと推測し、救援に来たイジュージュンザラ及びフィーメモロとも海底に葬ったのである。イタリア艦隊は、 従順三隻特築艦二隻の犠牲を出したが、ビットリオ・ベネトはターラントに帰還できた。しかしながら修理には5ヶ月を要した。建造中の姉妹艦ローマから部品を流用して修理を行ったという。4月下旬、ギリシャの戦いに敗れたイギリス軍はギリシャから撤退し、5月下旬にはクレタ島からも撤退した。戦局の焦点は英領マルタに移った。 イギリス海軍は空母による航空機輸送作戦を実施して、マルタにハリケーン、ホーカーハリケーンやスピットファイア、スーパーマリンスピットファイアを補給し、海上からはマルタ輸送船団を送り込んだ。修理後のビットリオ・ベネトとリットリオは、イギリス軍が実施したハルバード作戦などの擁撃に参加した。北アフリカでは、イタリアのエジプト侵攻により北アフリカ戦線が、 形成されていた。イタリア軍は北アフリカの数軸国軍向けの補給作戦を開始、M41 作戦を発動する。この輸送船団を護衛するため、また、マルタ島にイギリス戦艦二隻在白との情報もあり、ビットリオとビットリオベネトを含むイタリア艦隊主力艦も出撃した。12月14日。 新英戦艦及び護衛の駆逐艦と魚雷艇はメッシーな海峡でイギリス潜水艦アジの魚雷攻撃を受ける。魚雷一本が命中しビットリオ・ベネトは損傷した。修理に数ヶ月を要した。このため第一次シルテワン海戦には参加していない。1942年にはグフォイ EC4 レーダーを装備する最初のイタリア戦艦となる。地中海戦線と 北アフリカ戦線の勝敗の行方は、イギリス軍がマルタ島の防衛に成功するか、数軸国軍がヘラクレス作戦を発動して、マルタ島を占領できるかどうかにかかっていた。イギリス軍は、マルタ支手の決意を固め、大規模輸送作戦を実施する。6月中旬、ビガラス作戦の迎撃に参加。6月15日、戦艦リットリオとビットリオベネトを含む、 イタリア艦隊は、連合軍王型機と潜水艦の攻撃を受け、リットリオが、ひかみなりして、中破した。8月中旬、イギリス軍は、ペデスタル作戦を発動し、マルタ島へ大輸送船団を派遣する。数軸軍は、潜水艦、航空機、魚雷艇、水上艦隊で迎撃したが、イタリア新鋭戦艦は出撃しなかった。このペデスタル作戦の成功により、 イギリス軍は、マルタの制空権を盤石にし、地中海攻防戦の分岐点となった。ヘラクレス作戦は中止され、地中海の制海権はイギリスが握り続けた。1943年9月上旬、イタリアは降伏した。イタリア本国艦隊司令長官のカルロ・ベルガミーに、大将は新鋭戦艦3隻を率いて出撃する、準備をしていたが、祖国の降伏により、 ラスペツヤから移動することになった。これは、ドイツ軍による接収を避けるという側面もあり、実際に、ラスペツヤで修理中の従順2隻は進駐してきた、ドイツ軍に露隔されている。このイタリア艦隊を、ドイツ空軍の D217 が、フリッツ X で攻撃し、姉妹艦イタリアは、完全部に被弾して、損傷、機関ローマは爆沈して、ベルガミーに提督も戦死した。 フリッツ X の攻撃から生き延びたビットリオ・ベネトとリットリオはエジプトに派遣されスエズ運河のグレートビター湖で抑留されたビットリオ・ベネトが連合国軍と共にフランス南部及び太平洋で戦闘に参加するという提案は政治的運用上の配慮により実現しなかったビットリオ・ベネトは地中海で十六回の作戦活動に参加しそのうちの十一回は 作的攻撃任務であった。第二次世界大戦後、ビットリオベネトは賠償艦としてイギリスに開港されたが、その後イタリアに返還され、1948年に除籍された後も長期間保管されていたが、1960年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。